伝骨は、中国春秋時代の際の政治家。姓は、氏は陳、後似た、意味は骨、送り名は治む。父は、田主栄。慶向、安樹した、伊丹公の三代に仕える。伝治者類は、陳治氏とも呼ばれる。伝骨はもともと着傾とは無縁の立場にあったが、着兄の伝会が死し,しなく、没したことから、その後を継ぐ。殿子当主となった。 電骨は、治療民を施す際には、大型のマスを用い、課税するときは、小型のマスで取り立てて、領民の負担を軽減することで、治療民ばかりか、生国民全体の信頼も集めていった。この様子に対し安永は、歳はいずれ、電子の手に落ちると警戒した。電子は、陳州無、陳無の代から急激に勢力を拡大し、冒険の電ミノルスを芝として、 送り込むまでになったが、電子の勢力拡大に危機感を抱いた高張と国夏らが傾向に残訴したことで、島みのるそは失脚に追い込まれてしまう。そのため、電骨は、孔子と国子の追い落としをもくろむようになる。紀元前490年の傾向の死後、年少の孔子だが成功となり、高張と国夏が県政の座についたのに伴い、電骨は、 彼らと進行を重ねたが、その一方で、他の大部たちに対しては漁師への反感を煽っていた。そして、紀元前489年6月、デンコ骨は大部たちを率いて、高張と国夏を攻撃して、漁師を生から追い出し、10月には、お祖父子を退位させた後に暗殺する。そして、イボアニの講子養成を擁立して、生の最小の座につき、 電子の勢力をさらに固めていった。電骨の死後、家徳は、着手の電久氏が継いだ。これ以降、電子の勢力は、成功室をさらに上回っていく。後に、おを送りなされ、電治氏と呼ばれる。式の、電高氏中完成下には、痛み公四年、電骨出世の記事があり、この年が、電骨の没年とされる。ただし、田の死境は、 傾向の姉の無教をめとっているため、コツが無教の子で弱手とされ、会は側室の子として文家を立てた可能性もあるが、憶測の息を出ない。ありがとうございます。